親子連れに人気、ビーフシチューモーニングにメロメロ。愛知県小牧市にあるサンドイッチ963。おはようございます。いらっしゃいませ。およそ70種類のサンドイッチが楽しめる専門店です。去年11月、店内の一角にカフェがオープン。ゆったりと過ごせる半個室の席が親子連れに人気なんです。そんなお店の人気モーニングは。お待たせしました、ビーフシチュープレートです。具沢山のビーフシチューが朝から楽しめます。およそ5時間煮込んで作るビーフシチュー。牛肉、じゃがいも、玉ねぎなどを使い、コクのある濃厚な味わい。トーストはサンドイッチに使う食パンを使用。シチューにつけて食べるのもおすすめです。名鉄小牧線小牧口駅から歩いて15分のところにありますよ。次はどんなモーニングに会えるかな。メーテレの朝の番組ドデスカでは、東海3県のバラエティに富んだモーニングを毎日1件放送しています。7時50分頃からの放送です。またドデスカチャンネルとドデスカの公式ホームページでは、これまでに放送したお店を紹介しています。ぜひご覧ください。